久しぶりです。久しぶりです。こんにちは。こんにちは。はい。大変でしたね。そうですね。ちょっと引きこもってました。あ、空きましたよね。3ヶ月くらいはもう4ヶ月くらいですかね。お、今、お加減どうですか？なんかもう、はい、どこが悪いのかもわかんないぐらい。はい。でも体がブレブレな感じはしますね。はい。重心が。足と背中は痛いですね。うん、足、背中痛い。はい。全身悪いと思います。はい、わかりました。じゃあ、よろしくお願いします。はい。じゃあ、目をうつ伏せにやってください。はい、ちょっと、まあ、撮影なので、本来はちゃんと全身にタオルかけるんですけど、部分的にやってきますね、タオルはかけて。やっぱりだいぶ背中が丸みが出ちゃってますね。ちょっと腰がやっぱりこの背中真ん中あたりからちょっとあれですね、背骨の蛇行も見られる状態で、骨盤かなりずれてますね。右の方が上がってますね。結構違っちゃってますね。痛い。だいぶ、まあそうですね、かなり違っているので、右の高さここなんですよ、はい、この指幅2本分ぐらい、2センチぐらい違っちゃってますね。うん、でも座骨では違いが、まあ、1本分ぐらいになってますね。ガタガタで、足の長さやっぱ右が短いですね。合わないですね。うん、ここの長さが。で、こう回すのもちょっと回しづらいですね。はい、硬いですね。痛いですね、はい、全然沈まないですね。引っ張り方ねえ、鉄板苦しいですね、はい、丸くて硬いって丸くて硬いですね。鍋みたいないやー硬っ、息苦しいぐらいだったんじゃないですか。そうですね、いや硬いですね。大変ですね。歪みも大きいですもんね。あ、この辺ちょっとくすぐったいですか。ちょっと、嫌な感じしますか。はい。なるほど。足と背中が痛いっておっしゃってましたっけ。はい。あ、でも息苦しさも確かに感じてて、最近もう窓開けてないと苦しいです。ね、何からしようかなって感じですけど、どこも悪いですね。会いたい。痛いね。どっちかって言ったらどっちが痛いとかありますか。あ、どっちもめっちゃ痛い。どっちもめっちゃ痛い。まあそうですね。めっちゃ痛いですね。くすぐったい。くすぐったいんだ。なるほど。そうですね。凝りすぎちゃってるんですね。どっちもくすぐったいですか。はい。もう触られたくないところまで来てますね。はい。なるほど。ほっといてほしいみたいな。もうほぐせる段階じゃないんだよっていう。ほっこりすぎだ。帰ってくれっていう感じですね。もう。鎖国してる。そうですね、鎖国してますね。受け入れ体制がゼロですね。なるほど。結構背中も嫌な感じですかね。はい、痛い。痛いね。多分どこもダメですよね。もうここまで来ちゃうと痛いですよね。
そうね。これ大丈夫ですか？あ、でもこれはだったら、うん、まあまあまだまだ我慢できるみたいな。やってほしい状態。あ、はい。あ、そっか、じゃあ特選ちょっと叩きましょうか。より強い気がします。確かに。さっきより入りますね。まあ苦しいですけどね。でも柔らかさが表面には出てきました。はい、あ、もうピッて言った。ピッて。痛いね。そのどこも痛い。そうですね、多分どこをどうされても痛い状況ではあるでしょうね。うん、そうですね。
息が。あ、ちょい痛い。やばいですね。もうあれじゃないですか、普通に、なんていうのかな、こう肩首の動きの悪さを感じますよね。まし感じてなかったです。あ、でも腕回したりして、うんうん、痛いな。ね、痛み出ちゃいますよね、うん、前より傾きですもんね、その動きの範囲が。今動かされた時腕外れるかと、うん、これで外れたらもう本当に人形もうダメですね。これで外れたらもうちょっとした事故でもうバラバラですね。ずっとステイホームじゃないと。でも実際あれなんですよね、体力とかも落ちるし、まあ、動かないから可動域も狭くなるし。そうですね、うん、若くてもね、やっぱ落ちますからね、そういうの。まあ、暑いってだけですごい体だるいですもん。ああ確かに、まあ、蒸し暑いっていうのがね、動く気なくしますよね。うん、あ、痛い痛い。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。みほさんは告知ありますか？いや、特にまだない、はい、ないんですけど、インスタやってるので、はい、貼っときますね、リンクを。あ、そうですね。はい。リンクを、もはさんのインスタのリンクを貼りますので、よろしければ概要欄からご覧ください。See you!